こんにちは。こんにちは。あかりです。リアです。キャリコでーす。これは成長記録として今後取っていきたい、継続企画にしていきたいやつなんだけど、親方の南語パック。南語のサンプルパックって言って、音をいろんな音を集めて一つのパッケージにしたい。よくこの日本のさ、女の子の可愛いボイスみたいな、可愛いとかなんか、ニモみたいな、あれがよくこうパッケージになって売られてたりするんだけど、それの親方版を今日は、親方南語パック、そうそう、第1弾やってみようかなと思います。今日撮ってまた半年後とかに撮って、こう変わるかっていう、変わるね、やりたいと思います。よし、一緒に合宿ね、頑張っていきたいと思います。よし、それでは親方の南語パックを撮ろう、第1弾。クーイングが始まったのね。クーイングって私あまりよく分かってない。あーとかうーとか、南語の最初みたいな。そうそうそう、あーあーうーうーんうんやつですね。それが最近始まりまして、機嫌がいいと会話をしてくれるね、そんな生き物になりました。素晴らしい。あー本当に可愛い。今日実は朝ちょっとチャレンジをしてみたんですけれどもね、3回ほどね、ど機嫌の悪さって機嫌悪るってなんでってなり、なんでだなんでだって言ったら眠かったらしいので、今ちょっと仮眠を取っていただいております、ね、なのでこっから流れる動画は、あ、うまくいったんだなっていう、つまりうまくいったんだな。でも今のところ見えない。そうだね、ちょっと待機、やつの機嫌が治るまで待機待機。朝一良かったのにね。ねえ、めっちゃ機嫌良かったね。リアピにめっちゃ喋りかけてた。めっちゃ可愛かった。でもこっちもね、へーってなって、その後終わった。それが最後だ。元気になるのを待ってます。はい、実家です。親方の声を取ってからしばらく経ってしまったんですけれども、これから南語パック作っていきたいと思います。で今、こちらに親方の録音した時の音源データそのまま貼っ付けてあります。ここから曲に使えそうな部分を選んで切り取っていきたいと思います。ちょっと初めてこういうのをやってみるんで、うまくいくかわかんないんですけど、やってみようと思います。 Go! よし、じゃあちょっと撮った音を聞いてみます。えい、どうしよう、どうしたらいいんだこれ。この時確かめちゃくちゃ機嫌が悪くて、それでもマシだったみたいな感じだったんですよね。まあ親方からすれば撮ってんじゃねえという感じだったと思うんですけど、だから怪しながら撮ってるから、あかりさんとか私の声が結構入っちゃってる。そこからこういい感じに親方の声だけになってる部分を探して抜き出さないといけないですね。はい、よし、じゃあちょっともうちょっと聞いてみて、使えそうな部分を抽出してきます。いけるかな。なんとかして7個サンプルが取れました。ちょっととりあえず一個ずつ聞いてみます。まず一つ目、この不安そうな親方の声取りました。じゃあ二つ目、
はい、これが唯一今回のサンプルで一番長く親方の声を取れた場所でした。なのでこれはちょっとどこかで使いたいと思います。じゃあ3つ目、調子こいた親方の声です。4つ目、これは赤ちゃんっぽい声ですね。なんか嫌そうな感じだけど。5つ目、これはもともともうちょっと声が高かったんですけど、この機械でちょっと声のトーンを低めにしています。そして6つ目、これももともとの声にちょっとエコーを聞かせて響く感じにしてます。はい、そして最後7つ目、このシンプルな声、これは音階をつけてみようかなと思ってます。実際今親方は歌が歌えないと思うんですけど、今回のこのサンプルを使ってまるで親方がちょっと歌ってるかのような演出というか、メロディーというか作ってみたいと思います。音階をつけるとどうなるかというと、こういう感じになります。これでちょっと歌わせてみようかなと思います。はい、あれからいろいろちょっといろいろやってみまして、今回親方の声を使って2つパターンを作ってみました。まず1つ目、サンプルをいい感じにつなげたやつ、これです。こんな感じで、はい、そしてもう1つ、親方の声でメロディーを作ったバージョン、こちらです。ちょっとおそどりの親方にしてみました。この2つのサンプルのパターンを使って実際に曲を完成させていきたいと思います。ここからビートとか、他の楽器とかちょっと入れてみたいと思います。よし、じゃあこれからこの曲をあかりさんと親方に送って実際に聴いてもらおうと思います。じゃああかりさんと親方の画面に、はい、ということでリコピチから親方デビューシングルファーストマンスっていうファイルが届いたんですけれども、何ブーブーしてんの、何ブーブーしてんのさ。早速聞いてみたいと思います。あとファーストマンスでデビューシングルってずるじゃん。すげえ、すごい、超おしゃれ。
なんかめっちゃ空間にさあ奥行きがある。聞いてた？聞いてたよね今ね。すごくない？超おしゃれだったよ。どうする？リコピちゃんありがとうございました。これどうしよう。目覚ましのことにするかね。ひかりさんと親方に聞いてもらいました。親方がそれまでブーブーしてたのに自分の曲がかかった瞬間に俺の声が聞こえるみたいな感じになって、最後まで真剣にこの曲を聴いてくれてとても嬉しかったです。親方ありがとう。あかりさんもありがとうございました。最初はサンプルがどうなるかと思いましたが、なんとか完成までこぎつけることができました。また親方がもっと喋れるようになったらきっとサンプルのできる幅とか種類とか増えると思うので、またちょっと親方がもうちょっと大きくなった頃にチャレンジしてみたいと思います。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。ちょっとでも面白いなとか思ってくれた方がいましたら、ぜひとも高評価とチャンネル登録お願いいたします。コメントで感想やこんなのサンプリングしたらどうですかみたいなリクエストなどなどありましたら、ぜひぜひコメントでいただけますと嬉しいです。はい、それではここまで見ていただいてありがとうございました。キャリコのリコでした。バイバーイ。